私の名前はなるみ、タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。こんな私と仲良くしてくれる親友のゆりとひまわり、いつもこの二人からは元気をもらってるんだ。私の体質のせいで二人には迷惑かけちゃってるから、ちゃんと恩返しがしたいんだけど。ひまひまっていつ休みかわかる？ん？なるみさん仲いいじゃん、ひまひまと。誰のことを言ってるの？もしかしてひまわり？大正解！よく三人で遊んでるところ見るからさ、また近々遊ぶんじゃないかなと思って。食事に行ったりとかはあるけど、それがどうしたの？今度ね、ひまひまの家に遊びに行きたいなと思ってるんだけど、いつがいいかなと思って。呼び方に違和感しかないな。気にしないで。それに予定なら私じゃなくて本人に聞けばいいじゃない。サプライズ的な感じで遊びに行きたくて。ママ友の家に遊びに行くのにサプライズってどういうこと？事前に連絡してなかったら相手も困ると思うんだけど。だからこうやって予定を今聞いてるじゃない。ひまひまがいつ家にいるのかいないのか教えて。怪しすぎるから無理。え？いついるかいないか教えてってことは、いつでも家に入り放題ってことでしょ。ママ友の家に不法侵入なんてありえないって。サプライズっていうのがまず意味わかんないし、ひまひまって呼ぶほどの仲でもないでしょ。私たちは二人とっても仲良くなったの。なるみさんが首突っ込まないでよ。その謎のサプライズしたいっていうのはいいけど、ひまわりの予定を教えることはできない。なんでそんなわからずやなの？だいたいサプライズって何するつもりなのよ。いきなり私が家に遊びに来ちゃいました、ドッキリ的な。めちゃくちゃ迷惑じゃん。そんなことないよ。いきなり私が遊びに来たらきっと大喜び。ひまひまって天然なところあるし。あなたがやろうとしていることはサプライズでも何でもなくて、ただの非常識。相手の迷惑を考えてない自分勝手な行動。なんなのよ。私がひまひまと仲良くするのがそんなに気に食わないの？そういうことじゃなくて怪しいって言ってんの。自分が仲いいからって独占したいんだね、小さい女。小中学生じゃないんだから、誰とつるもうが勝手でしょ。だからそういう嫉妬とかの話じゃなくて、ひまわりにはほんといつも助けられてるから、私のせいで迷惑をかけるなんてことは絶対に嫌なの。何その、私が迷惑かけるやつみたいな言い方、気分悪いわ。ちゃんと理由があって説明してくれるなら協力するけど、今聞いてる感じだと怪しさてんこ盛り。もういいわ、あんたに聞いたのが間違いだった。ゆりさんに聞くから。なおさら教えてもらえないと思うけど、ゆりとクミナの LINE。 ねえねえ。無理です。まだ何も言ってないんだけど。ご存知の通り、私はなるみさんのことが大好きです。はあ？なるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことを調べ尽くしています。つまりあなたとなるみさんが今どんな LINE をしたのかも把握済み。よってあなたが私にお願いしようとしていることもわかります。あなたが言ってることを私は何一つ理解できないんだけど。ああ、わかりませんか？じゃあ、いかになるみさんが素晴らしい人間かというのを今からじっくり教えてあげますので、私の家に集合で一週間ほど時間をいただいてもよろしいでしょうか？そんな時間ないわよ！もういい！忘れないでください。私はなるみさんが大好きで、なるみさんに関わった人のことを調べ尽くす。なるみさんに迷惑をかけた時はあなたの首をチョンプします。わかってるわよ、このサイコパス女。何か言いましたか？言ってないから。1週間後、なるみとクミナの LINE。 ちょっと嘘ついたわね。何のこと？ひまわりさんが家にいない日は今日って言ってたのにいたの。私はあなたがしつこく聞くからいないかもって言っただけ。確実にいないなんて一言も言ってない。ならそう言いなさいよ。言ったじゃん。家に行こうと思ったら家にひまわりさんがいたの。何言ってんの？ママ友の家に遊びに行くならいないと困るじゃん。そうなんだけど。何かやましいことでもしようと思ってたんじゃないの？もしそうなら許さないから。そんなことない、ただびっくりしたからその報告みたいな。本当にそう？わざわざ家主がいない時を狙って家を訪問するなんて怪しすぎる。それでサプライズというのは成功したの？サプライズ？ひまわりに何かサプライズがあるからって遊びに行ったんでしょ？ああ、今日はサプライズじゃなくてその下見みたいな。は？
結局ひまわりさんから大歓迎されちゃって、なんかお菓子振る舞われた。よかったね。あと帰りにお肉もらって家に持って帰って食べてくださいって。急な訪問にもにこやかに対応するって本当に優しいな、ひまわりは。最悪よ、あんな家。え？犬がいるでしょ？めちゃくちゃ吠えてきた。はるくん基本ほとんど吠えないいい子なのにな。あんなのバカ犬よ、バカ犬。土地狂ったように吠え続けてた。あんなバカみたいな犬と一緒に生活するなんてかわいそう。はるくんはすごく優しくて可愛くて賢い子だよ。そんな風にバカにするの気分悪いからやめてくれる？事実言っただけだし。今ひまわりに聞いたけど、おちょくって遊んでたみたいだね。え？バカにして頭を叩いたりしてたって。そんなことしてないわ。それじゃ私忙しいから。あ、逃げた。3日後、グループライン。今日こそひまわりさんはいないわね。なるみさんと一緒に食事に行ってるってこと知ってるんだから。ひまわりさんの家にある高級ワインいただきます。泥棒！え？警察に通報したので動かないでください。人の家から物を盗むなんて何考えてんのよ。それを堂々と LINE で報告って頭悪いんじゃない？ひまわりさんなら許してくれると思ったのに。私のことを何だと思ってるんですか？犯罪者が近くにいるのに黙ってることなんてできません。いいじゃない、ちょっとワインもらうだけだから。盗みにちょっととかないから。ちょっとぐらいお裾分けしてくれたっていいじゃない。どうせこれもらい物なんでしょ？なるみさんがくれました。は？私がプレゼントしたものだったのにまさか奪われるなんてね。だいたいこの前ひまわりさん何しても怒らないって言ってたじゃない。え？もしママ友が盗みを働いたり嫌がらせしたらどうするって聞いた時、私は頭ごなしに怒るんじゃなくて説得して仲直りしますって。ああそれね。あの時喋った内容はユリが台本を決めてたんですよね。あ？あなたが悪さするってことは分かってたみたい。だからユリがいろいろと準備をしてたわけ。だから私たちはユリが言った通りに行動してたの。まるで映画の主役になったみたいで楽しかったですね。嘘ついてるのバレないかってドキドキしたよね。はい、今度ユリに頼んで何か映画でも作ってもらおうかな。いいじゃん、ダブル主演でユリと二人でやりなよ。トリプル主演で行きましょう。ユリさんが何か知ってるの？それじゃあ説明したいだろうからユリにバトンパス。そういえば警察は？もしかして私の家にもう向かってきてるとか？警察って言ったのはユリ警察です。は？ユリとひまわりとクミナのライン。言ったはずですよ、私のなるみさんに迷惑をかけないでくださいと。なるみさんには迷惑かけてないじゃない。なるみさんと仲がいい私に迷惑をかけるということは同じことです。なるみさんはとても優しい女性なので、私が傷ついていることを黙って見過ごすなんてことはできない人なんです。そんな友達思いのなるみさんが初期。それならそうと最初に言ってよ。ならひまわりさんを狙わなかったのに。私以外も狙わないでください。それになるみさんがプレゼントしたものを盗むなんて言語道断です。でも盗まれたワインはダミーでしょ？もちろん。ダミー？なるみさんが贈り物として渡したものをあなたが触れるなんて考えられません。あなたのような汚いゴミくず、触るならば瓶の外側に毒を散布して、それを手に触れた瞬間手が腐り落ちるようにしていました。よかったですね、手が腐り落ちなくて。へい、あんたたちのヤバい噂を聞いてたけどそこまでだとは。ちょっと私も一括りにしないでくださいよ。だいたいワインの一本くらいでガタガタ言うな。そんな貧乏人でもあるまいし。そういう問題ではありません。人のものを盗むってことが問題なんですよ。だってずるいじゃない。なるみさんがお金持ちだから仲良くしてるんでしょ？そうやって恩恵をあんたたち二人が独り占めして。この場合は二人占めですかね。そういう問題ではないと思いますよ。だからちょっとくらい私がいい思いしてもいいじゃん。ひまわりさんは心優しいから私のことをかわいそうだと思ってくれるよね。自分ばっかりなるみさんと仲良くしてさ、自分ばっかりいい思いして、ダミーのワインだかなんだか知らないけど、これぐらいちょうだいよ。別にいいんですけど、逆にいいんですか？今いいって言ったよね。それじゃあ今日は友達とどんちゃん騒ぎのパーティーだから。どうぞご自由にしてください。言ったわね。じゃあ邪魔しないでよ。
ひまわりさんがくれたお肉と家から盗んだワインで今日はみんなでパーティー、ヤッフー。今後なるみさんに迷惑をかけないと誓うならば、同じワインをもう少し追加してもいいですよ。マジで太っ腹じゃん。お願いしゃーす。いいでしょ、ひまわりさん。たまには私が恩恵を受けたって。いや、別にお肉とワインは全然いいんですけど、本当にいいんですね。しつこいわね。それじゃあ早く届けてよね。かしこまりました。次の日、最高の食事とワインだった、ありがとう。配達の人は変な仮面つけてて不気味だったけど。いえ、あのワインまた今度くれる？すごく美味しかったからさ。なんか嫌な予感します。え？私最近夏が近づいてきたからホラーの話をよく見るんですけど、だいたいホラーに出てくるお肉っていうのは人肉です。はあ、人肉って、人肉？やっぱり。何言ってんの、そんな人のお肉なんてありえるわけないでしょ。ない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 。ユリは闇の施設の人とつながりがありますからね。人肉なんて当たり前のことなんですよ。うえ、吐きそう。あなたが昨日集まってきたお友達はろくでもない方たちばかりだから、特別なお肉を手配してもらったんです。しかも一緒に届いたのは赤ワインでしょ。絶対そっちも普通じゃない。察しが良くなってきましたね。怖い話で鉄則の飲み物は血液、それにその血をくれた持ち主が健康ならいいのですが、もし病気に感染していた場合、あなたたちの体にも。うわ、怖っ。確かにいろんな病気って血とかから感染したりもするもんね。誰の血液なんだろう。反省するからもう嘘はやめて。さすがに嘘って分かってても気分悪いから。それに最近私いいこと思いついたんです。またまた嫌な予感。何、まだあるの？最近は循環型社会が大切だと言われますよね。うんうん、資源を無駄にしないようにみたいな話だよね。人様に迷惑をかけるのもいかがなものかと思ったので、あなたが食べ飲みしたのは全部あなたの体から取れたもの。は？私の体？あなたが寝ている間に血液を抜き、あなたが寝てる間に体の中から必要のない臓器やお肉を切り取った。ユリの裏施設の研究があれば後なんか残らなそう。私のお肉？正直あまり意地悪はしないようにと思っていたのですが、なるみさんに迷惑をかけた挙句春をバカにしましたので。ユリはすごく可愛がってくれてるもんね、春のこと。春は吠えるだけじゃなくて、本当は顔をぐちゃぐちゃにして骨を粉砕してもよかったのに。あの子は本当に優しい子です。ちょっと、うちの子に変なこと覚えさせないでよ。お肉、肉肉肉、なんか壊れちゃったよ。こんなゴミクズ好きに壊しておけばいいんです。こんなに優しいお仕置きなのに簡単に壊れてしまうなんて残念です。確かにユリのお仕置きの中では優しい方だよね。ひまひまって呼んで嫉妬してる割には。嫉妬？あだ名で呼んでいいなとか思ってるくせに。誰がそんな馬鹿げたこと。肉肉、うるさいですね。舌を抜くか。ほら、私のことをあだ名で呼んだから怒って舌を抜こうとしてるんだ。あなたと話していると疲れますのでもう黙ってください。その後、クミナさんは抜け殻みたいになっちゃった。食事を見ると泣きわめいて何も口にしないんだって。旦那さんは呆れたというか、もう愛想尽かして離婚しちゃった。もちろん今回のことだけが原因じゃなくて、今までの積み重ねが原因だと思うけど、そんな彼女を引き取ってくれるところはどこにもなく、ご両親も早くに亡くしてた彼女は身寄りがなかったんだよ。食事は拒否して仕事には行かないから大変だっただろうね。結局よくわかんない慈善事業をしている人たちが連れて行っちゃったんだけど、後からわかった話だとそこの人たちやばいんだって。人肉食を好むとかどうとか、食べられる側なのかクミナさんと食べる側なのか、どっちに転んでも彼女にとっては地獄だね。ちなみに料理とワインは普通のものだったんだけど、今の彼女に説明しても無駄だろうね。私の名前は水木。
医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニニャマルと暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。みんなは実家に仕送りってしてるかな？私は社会人になってすぐの頃はそんな余裕がなかったよ。ボーナスから少し仕送りするのが精一杯だったかな。私の友人冬子は会社を経営していて高収入。もうお父さんが亡くなっているから実家にいるお母さんと妹さんのためにと月20万も仕送りしているんだ。二人は冬子に対してすごく感謝していたんだけど。へえ、冬子の妹さん結婚するんだね。おめでとう。ありがとう。あれ、何かあったの？それがさ、瑞希は私が仕送りしてるのを知ってるよね。うん、月20万だっけ。冬子は稼いでいるとはいえ偉いよね。うちの母親、毎月ちゃんとありがとうって連絡くれてたんだ。だからさ、私もまあ気持ちが満たされたりしてたんだけど、まさか、まさか私が金づるだったなんて。金づるって、どうしたの？何かあったの？妹は高収入の男性と結婚するらしいの。そうしたら母親が、もうあんたなんかいらないって言い出して。え、何それ？数日前、冬子と母親の LINE。よかったね。アキナもついに結婚か。それにしてもちょっとびっくりしちゃった。お母さんが反対しないなんて。え？何をどういうこと？だって私が数年前に彼氏を紹介した時はすごく反対したでしょ。当たり前よ。年収500万の底辺男なんか。え？底辺？どうせ冬子のお金を狙ってるハイエナみたいな男だったのよ。お母さん、そんなことを思ってたの？あの時は確かに彼はちょっとだらしないところもあったし、少しモヤモヤした結婚だったから自分でも別れようって決めたけどさ。まあでももうあの男と結婚してもいいわよ。え、今更何言ってるの？もう私たちは別れたよ。あの後結局うまくいかなくなっちゃったから。やっぱりだらしない男なのね。それに比べてアキナちゃんの彼氏は年収5000万もあるのよ。冬子も会社を経営しているとはいえ、どうせ零細でしょ？あの、お母さん、今日飲んでたりとかする？なんか、いつもとちょっと違うから。だって、もう我慢しなくていいんだもの。我慢？そう、あんたからお金を引っ張るために、いい母親でいるの疲れたの。でも、アキナちゃんが金持ちと結婚すれば、もう冬子はいらないのよね。だってきっとアキナちゃんの旦那さんが月100万くらい援助してくれる。もうあんたは用済みよ。ちょっとお母さん何言ってるの？ああ本当に疲れた。今までニコニコと母親やってきたけど、冬子は頭でっかちだし顔も可愛くないし、亡くなったお父さんによね。アキナは華やかで可愛いのに。まそういうことだから。そういうことだからってどういうことよ。何言ってるの？今までだって女3人で旅行に行ったりしてたじゃない。あ、そういうのももういいからね。今までは冬子が全額お金を出してくれるから行ってただけで、でも本当は秋菜と2人で行きたかったのよね。今度からは秋菜と秋菜の旦那さんと行くからいいわよ。2人とも美男美女だものね。お母さん。ああもう新しい人生の始まりね。もともと冬子よりも妹のアキナちゃんを可愛がっていたお母さん。でも冬子のお父さんが亡くなってからは不安だったんだろうね。冬子を頼ることが増えていったんだよ。冬子もそれが嬉しかったのか援助を続けていたんだけど、お母さんにとっては冬子は搾取子でアキナちゃんは愛玩子だったんだろうね。今回アキナちゃんが裕福な男性と結婚することになったから、もう嫌いなあんたなんかの援助を受けなくていいってはっきり言われたんだって。妹の方が可愛いことも自分は利用されているかもしれないことも全部わかっていたけど、ここまでとは思わなかったと冬子はかなり落ち込んでいたよ。でもこんなの許されないと思う。1ヶ月後。ちょっと冬子。え、お母さん何？何じゃないわよ。今月の仕送りがまだなんだけど。アキナの旦那さんが仕送りしてくれるって言ってなかったっけ？それがアキナちゃんいろいろ忙しいみたいなのよ。それに入籍はまだ先になるんですって。だから
それまではあんたがお金を送りなさい。何それ、お母さんちょっとズーズーしいんじゃないの。毎月たかが20万の仕送り程度で偉そうなこと言うな。可愛い妹に嫉妬して攻撃とかやめてよ。あんたブサイクだもんね。その可愛い妹はお母さんと絶縁するってさ。え？よかったよ、アキナまでお母さんと同じ考えじゃなくて仲良くしている裏で二人で悪口とか言ってたら嫌だもの。アキナ、結婚式もお母さんを呼びたくないってさ。何言ってるの、絶縁って、アキナちゃんが冬子と。違うよ、アキナがお母さんと絶縁するって。私今回のことを友達に相談したんだ。でお母さんやアキナと距離を置こうとしてたんだけどさ、その友人がアキナはこのことを知っているのかちゃんと確認した方がいい、そういうアドバイスしてくれたんだよ。ありがとう水木。きっとあたしのことを悪く言ったんでしょ。あたしはね、アキナちゃんをずっと可愛がってきたんだから。私はお母さんから来た LINE を見せただけで特に何も言ってないよ。この嘘つき女。実の娘に対してすごい言い方だね。アキナちゃんから LINE が来た。アキナと母親の LINE。 お母さん本当に最低だよ。お父さんが亡くなってからお姉ちゃんがどれだけ頑張ってくれたか。お父さんの残してくれたお金だって無限じゃない。お姉ちゃんのおかげで安心だってお母さん言ってたじゃん。アキナちゃんはね、冬子に騙されてるの。騙されてる？あいつアキナちゃんがいい人と結婚するから嫉妬してるのね。冬子じゃアキナちゃんみたいに可愛くないから結婚もできないだろうし。最低。え？お母さんが時々お姉ちゃんに厳しいこと言うのは分かってた。でも何これ、お姉ちゃんに仕送りしてもらってたのに、お母さん感謝の気持ちってないの？でも冬子は稼いでるじゃないの。それにアキナちゃんみたいに可愛くないし、子供の頃だってアキナちゃんを連れて行けばいつも可愛いって言われた。でもね、冬子を連れて歩いても褒められることはなかったの。お母さんだって苦しんだんだから、冬子にはそのくらいしてもらわないとね。最低。何それ、私に対しても愛情なんてないんだね。もういいよ、結婚式にはお母さんは呼ばないから絶縁だよ。何言ってるの、アキナちゃん、アキナちゃん。私もちょっとほっとしたよ。アキナちゃんが母親と一緒に裏で悪口を言うような子じゃなくてよかった。むしろ母親の考えを知ってすごく怒ってくれたんだ。その後一時的に冬子とアキナちゃんは母親をブロックしたんだけど、冬子の住んでるマンションまでやってきてピンポン連打するんだよ。広いけどオートロックではないからな。ってことで一時的にうちで冬子をかくまうことにしたんだ。その代わり魔除けとして私の友人たちが一時的に冬子のマンションで生活してくれることになったの。ギャー！あんたふざけんじゃないよ。なんであんたの部屋からオカマが出てくるのよ。お母さんが何度もピンポン連打するって苦情が来てるよ。私怖い思いしたのよ。がたいのいい連中がたくさん出てきて。逆に今入居してくれてる人も怖い思いしたでしょう。ピンポン連打するおばさんが来たんだもの。この生意気なのよあんたは。女のくせに頭のいい大学行って、亡くなったお父さんも冬子は頭がいいなんて言ってたけどね。そんな子可愛くないんだから。はいはい、もうそれでいいです。可愛くない子はもう絶縁で結構ですから。お金、お金送りなさいよ。私はもういらないんでしょ。アキナちゃんとも連絡が取れないの、仕方ないでしょうが。だいたいお父さんが残してくれたお金があるでしょ。お母さんが一生食っていけるだけのお金があるよね。そんなものあるわけないでしょ。は？いいものを買っていいものを食べてたからもうないわよ。あ、そうだ、冬子あんたまだお金残ってるでしょ。それを全額よこしなさいよ。お母さんだって私の性格わかってるでしょ。は？どういうこと？私の性格がわかってるからこそ見下してるのを隠してたんだよね。いや、それは私はただのお人よしじゃないの。あそこまで言われてお母さんに援助するわけないでしょ。私たちは親子じゃないの。私も周りに褒められないような親はいらないよ。は？私は可愛くないし
褒められないからいらないんでしょ。私もせっかく夫が残してくれたお金を使い切るような、そんなダメな母親は褒められないからいらない。そんなの許しません。お母さんに許される必要なんてないから。ああ残念だったね。今まで通り演技してくれてればよかったのに。お母さんの老後のことまで考えて貯金してたんだよ。そのお金を今渡せばいいのよ。もう全部使ったよ。私引っ越しするのにマンション買ったの。今度はオートロックのセキュリティがしっかりしてるところ。私はそんなこと許してないわよ。私を何歳だと思ってるの。お母さんに認められる必要はないから。あとアキナから伝言。あんたアキナと連絡取ってるの。ふざけんじゃないよ。私はブロックされてるのに。もうお母さんとはやっていけません。結婚をきっかけに夫と一緒に遠いところで暮らします。夫や夫の家族も理解してくれました。だってさ、本当によかった。アキナが素直で純粋に育ってくれて。ちょっと待ちなさいよ。私の人生はどうなるの。さあ働けば。無理よそんなの。ずっと専業主婦だったんだから。甘かったね。本性を出すのが早すぎたんだよ。そんな。その後結局冬子のお母さんは家を売って安い築40年のアパートの一室を買ったよ。築40年でも何かと手入れしていて綺麗なところもあると思うけど、冬子のお母さんが買ったのは木造で見るからにボロボロなところ。必死に仕事も探しているみたいだけど見つからないんだって。手元にお金が残っているだろうけど老後を考えるときついだろうね。ああ表面上だけでも冬子に優しくしていたら、冬子は高級な施設のお金まで用意していたのに。ま、冬子にとってはある意味早めに分かってよかったのかもしれないね。ちなみに冬子はなぜか私が紹介したおかまさんたちとルームシェアしてるよ。人生めっちゃ楽しくなったと大喜び。昼の仕事を探していたおかまさんも冬子の会社で働き始め、こちらも大喜びしていたっけ。妹のあきなちゃんも結婚して遠方で幸せそうだし、なんか悪人以外みんな幸せになってよかったよかった。さて私もにゃにゃまると昼寝でもしよった。ふぅ、さすがに少し体がだるくなってきたけど、にゃにゃまるとぐでーんとするのは幸せだね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。